これ肝臓じいちゃんのライフル、5発全弾打ち切ってる。空薬莢落ちてる？探す。見て、握りの部分。指紋を拭き取った。かもね。ここから撃ってる。どうしてわかる？血の飛び散り方、あっちに向かって勢いよく飛んでるでしょ。かなり低い角度で撃った証拠。それに普通のライフルはかなり至近距離でもないとこういう風にめちゃめちゃな傷にはならない。かといって銃口を押し付けて撃ったらいろんなものが跳ね返って銃口がもっと汚れてるはず。狙って当たるもの？ちゃんと狙い方を知っていることと対象が動いていないこと、これが揃えば大丈夫。ということは銃が使えるものの。ちなみに照準から照星を除く、それだけ。銃って誰でも簡単に人を殺せる便利な道具なんだよ。弾の装填とかは？その辺の一般人に渡してすぐにできるとは思えない。それはそうかもね。でもタイバーちゃんあたりなら撃ったことあるだろうし、休みずないで選別は無理かな。そもそも全弾命中してるわけじゃない。どうやら一発は耳に、二発は胸と肩に。あ、ここにも弾痕。頭部に当たったのは一発だけか。そうだね。もしかしたらそれは致命傷じゃなくて胸の一発がとどめだったのかも。ちなみに、なんでそんなに詳しいの？私も狩猟免許持ってる。銃も罠も網も全部使える。外ではクレー射撃何度も行ったし、それなりに慣れてるよ。なんと、すごいな。意外な一面だ。まあね。いずれ戻って、ここで漁師になるつもりだったの？銃を持ちたかった。それだけ。ええ、まあ人を殺しかけたりとか。中学の時かな。安水の子らをいじめてた分校の上級生らをバットでボッコボッコ。もう片付けてもいいかな？春明さんがいいなら。じゃあ片付ける。何か分かった？一連の殺人が人間の犯行だってことに確信を持っただけ。
そうかもね。認めるんだ。多分殺してるのは私の知ってる誰かと誰か、紛れもない人と思うよ。でもそれは、でもね、神様からは、誰も逃げられないんだよね。匠兄ちゃんは安水で一番年の近いお兄ちゃんだったから、うん、昔はいっぱい遊んでくれたし、怒られた時はかばってくれた。うん、こんな何もない湿っぽい場所だけど、匠兄ちゃんは安水を、ここに住む人を愛してた。そうだね、わかるよ。まっすぐな人だった。うん、捨てたくないよ。ああ、当然だと思う。僕だってこんなやり方はしたくない。やめる？このやり方にこだわりそうなのは匠さん本人と田江さんくらいしかいないんじゃないの？しなきゃダメ。汚れか。うん。水音した？さあ。聞き違いか？あるいはサラナガの底が抜けて黄泉の国に繋がってるのかも。本当にファンタジーだね。霧の向こうに何があるか誰も知らない。誰も証明できない。今から降りてみせようか。あなたは帰ってこない。戻ろう。
まだ出てこないんですか？まったく、大丈夫そうと言ったのは君だが、どういう根拠だったのかね。音がしたから。待ってる間にあなた自身で呼んでみればよかったんじゃないですか？そんなぶしつけなことができるか。なんでそんなにリカ子さんにだけ気を使ってるんです？野里は植松より格上でしょうに。女性に気を使うのは当然だろう。私も女性なんですけど。あえて敵外心をむき出しにしてくる相手に気を使う必要があるのかね。え？勘弁してくださいよ。ついさっきそこで死人が出たんですよ。とはいえ心配ですね。中で病気やら怪我やらしてたら大変だ。最悪踏み込みましょう。そんなぶしつけな。植松さん、植松理香子さん。植松さん、戸を開けますよ。戸を破ります。植松さん。この
指離れれば。早く何か閉じるもの。そんなことを言っても。ああ、もう斧でぶっ刺せ。これでどうだ。野里さん、ここ押さえといて。みんな連れてきて戸を塞ぐから。春明さん大丈夫？立てる？ああ。読み人じゃ。タエバ、どういうこと？読み字より来たる汚れた者ども、知っておるじゃろう、読み人に間違いない。いや、そうじゃなくて、読み人は狼でしょ。宴で殺された恨みで蘇った。そうとは限らんのよ、春ちゃん。安水は常に昔も今も読み人に脅かされとる。あるいは汚れは読み人を生んだのかもしれぬ。上松様は何かとんでもない金を破ったのやも。バカな。金器の守り手、浄化を司るのが雲の家の役目だぞ。じゃからこそ汚れに触れすぎたのかもしれぬでしょう。それは思えば、安水に来られたのは黄泉の汚れを少しでも食い止めんとされたのかもしれませんね。これからどれだけ黄泉人が出るやら知れたもんじゃないわ。匠はええ子じゃった。地獄を見る前に行けてよかった。いやも知れんね。なむしない大権現、なむしない大権現。待て、じゃあリカ子さんはもう。読み人は作らねばならん。
皆さん、食事にしませんか？私はもう落ち着きましたから。他のことは皆さんが落ち着いてから。お姉さんはちょっと具合が悪いんだ。静かにしといてあげて。うん。ねえ、お外行っていい？危険じゃないかね。私見とくよ。すぐそこなら危なくもないでしょ。安永、ちょっと。何かな？ちょっと取ってきてほしいものがね。手洗いを借りる。たくみさんのことは残念だったね。ええ、知恵姉もずっと頼ってたし。植松理香子さんは？私、あの人苦手よ。気味悪いもの。知恵美ちゃんは平気そうだったけど。知恵姉は強いもん。彼女、植松さんがこっちへ来たのっていつ頃のこと？2年か3年前。だいぶ前よ。彼女は長者だというが、植松家というのは一体どういう家なんだ？何が聞きたいのよ。よそ者はおとなしくしてろって言われるの何度目ですか？ああ、ごめん、これは無神経だった。じゃあ別の話にしよう。それはいい？
別にいいけど。君にとってモッチーはどんな存在だったんだ？なんで聞くの？お葬式代わりだよ。え？お葬式では亡くなった人のことを話すだろう。死者の思い出を話すことは霊魂の供養になるらしいよ。なんか意外。何が？もっと血も涙もない人だと思ってたから、供養とかそんなの言い出すって思わなかった。モッチーは野里の子だったけど、選ぶった感じじゃ全然なかった。すっごく変だったし、知恵姉と同じくらいいろんな問題を起こしてたけど、人を傷つけることはしなかったし、みんなはモッチーのこと頭おかしいって言ってたけど、私はそうは思わない。とっても面白い人。多分テレビとかに出て大活躍するようなのが向いてたと思うわ。一つ上だったけど、ほとんど同い年の友達みたいに接してくれたし、楽しかったわよ、すごく。兄ちゃんもすごく仲良かったし。そんなに？うん、いつも一緒にいたし、学校でもヒーローみたいな二人組だったよ。時々横にいて寂しくなるくらい仲良かった。でも彼はもういない。安永君は辛いだろうな。うん、彼を手伝ってあげたら？え？なんかお手伝い中っぽいし、千恵美ちゃんは外だし。君はモッチーの代わりにはなれないかもしれないし、そこに立つべきは千恵美ちゃんなのかもしれないが、最後に決めるのは彼らだとして、それまでにしてあげたいことを我慢する必要はないんじゃないか。助けになりたいとは思うんだろ？うん。あなたも？まあ、彼女には一宿一飯以上の恩があるからね。下心がないとは言わないが、それ以上に彼女を支えたい。彼女は僕には見えないものに随分苦しんでいるみたいだから。やっぱりあなたのこと誤解してたかも。仕方ないよ。行くのかい？うん、昨日のこと謝らなきゃだし。じゃあ僕も外へ。何？やっぱりあなたは逃げた方が。いや、何でもない。それで誰が怪しいと思う？はるちゃんと安永くん。はるちゃんはともかく、安くんなの？容疑者は実質4人。たえさんと香織さん、そしてその2人だ。このうち昨日モッチーらが死んだ時に外出していたのは彼1人。さらに狼の狡猾さを考えれば彼以外に考えづらい。ずる賢いってこと？うん。そうなの？今日なぜ匠さんは死んだ？
え、なぜって、狼に殺されたから。それを聞きたいんじゃない。え、一体何が。あ、もしかしてこういうこと。雲に守られなかったから。正解。おそらくもう雲は死んでる。え、ちょ、蛇である匠さんは普通に考えれば初日確かに雲に守られたはずだ。そして二日目である昨日、雲が別の誰かを守るべきだという話は一度も出なかったんだよね。うん。ということは雲は引き続き重要度の高い匠さんを守ったと考えるべきだ。雲が生きてたら。それはそうか。宴開始後にやられた匠さん以外の人は、肝臓さん、吉継くん、モッチ、狼ジジイ氏、この4人の中に雲がいて、なおかつそれを狼が見抜き殺して、その上で匠さんを始末した。そうとしか考えられない。え、それは考えすぎじゃない。4人も死んだからそろそろ雲もいないだろうってことかも。楽天的に考えればそうだね。しかし相手が本当に賢いやつだったら、その油断が最後の致命傷になる。でもどうやって雲を見抜けるって。声が大きい。ん？なんでもないよ、メイコちゃん。雲については、もしかしたら見抜けた可能性があったかもしれない。それって、どうやって。初日、肝臓さんが安永くんに喋らせてから最終決定をさせたって言ってただろ。僕の見立てでは、彼はもっと率先して動くタイプだし、初日は誰も殺さないという判断を下しそうにもない。まあ、そう言われたらそうかも。でもそれがどうしたの。彼が喋って決定が行われれば、場に与える影響はとてつもなく大きい。そしておそらく決断はある程度正しい。だから狼に狙われやすい、こう僕らは考えたよね。そうだけど、同じ時にヤス君も狙われやすいって話したじゃん。逆を返せば、自分が狼なら狼に狙われるリスクはないわけだ。それよりも大事なことを黙っていて不自然がられる方が危ない。だから当たり障りのない情報は出す。もしそうならとても賢い選択だ。そうは思わない。でも肝臓じいちゃんがそんなに喋らなかったって話とどうつながるの。これから言うのは完全に憶測だけど、肝臓さんが動かなかったのは、権威を発揮して狼に目をつけられるのを防ぐため。なぜその必要があったか、彼が自身の生存が全員の生存にとって必要だと判断したから。なぜなら、まさかカゴ持ちだったから。そうだ、それもおそらく雲。どうしてそこまで言えるの。雲は正体がバレた時のリスクが最も大きいカゴだ。なぜなら自分を守れないからね。それでいて、正体がバレない限り狼に対して一夜分無駄にさせられる可能性がある。だから彼は極力目立たないように振る舞おうとした。しかしそれが逆に狼の注意を引いたんだ。あの人が黙ってるなんて、よほどの加護を持っているに違いないとね。それで狼は彼をまんまと初日に仕留めることに成功し、丸裸になった匠さんを翌日に片付けた。憶測だってのは分かってるけど、なんとなくそうだって気もする。もしそこまで敵が意図的だったとすると、現状起きている異常事態も狼のショートカット戦術と考えた方がいい。どういうこと。ルール外で人が死にすぎている。吉継君、モッチ、狼ジジイ氏、そしてほぼ死人扱いの上松里香子。狼にとっては
予定外の死人が出ることは歓迎すべき。宴の回数が減ればくくられる危険が減るから。だから意図的に人が死ぬように仕向けているとしたら。話はわかるけど、どうやって？義継君については、例えば、夜に出歩くように仕向けて、汚れに追いやった。モッチーと狼じじい氏については、動機まではわからないが、植松理香子に、彼らを殺させたとすれば辻褄が合う。え？タエさんは植松家の役割に絡めて汚れの原因を語っていたが、もっと筋の通った説がある。植松理香子が二人を殺したとすれば、一日一人しか殺せない宴のルールに抵触し、汚れの対象となるんだ。でもそんなの無理でしょ。彼女あんな服着てるんだよ。着替える暇なんてないじゃん。それに男二人相手に彼女が挑んで勝てるわけないってば。じゃあこういうのは、モッチーと狼じじい氏、どちらかがどちらかを殺し、残った方を彼女が殺した。二人目の血を流したことで彼女は汚れの対象になる。服についてはわからないが、何か割烹着でも羽織ればいけるかもしれない。検証するまで不可能とは言えない。それは、でも一人だって相手は男で、片方は何歳かもわからない老人だしな。あるいは殺し合って互いに弱ってたかも。殺っ、そんな、なんでそんなこと考えられるの？だから全部憶測だ。動機だって不明。しかし話の筋は通っている。じゃあそれがどうして狼の陰謀につながるっていうの？動機の話になるとわからないけど、弱みを握ったとか、殺すように仕向ける方法はあるんじゃないかな。あるいは彼女自身が狼だとかね。狼の他の仲間が優位になるように自ら時計の針を進めたって可能性もある。それはないよ。狼は数が減るほど不利じゃん。確かに狼対人の人数比で言えば一人対二人はうまい交換じゃない。しかし誰もがその打算を働かせられるとは限らない。誰もが合理的に動くわけじゃない。非合理的なことは多分起こってるし、その全てを予測することは不可能だ。いや、聞きたくない。でも諦めるわけにはいかないだろう。もう何も考えたくないよ。ごめん、いろいろ言ってさ。ううん、こっちこそごめん。でもちょっときつい。僕もこれ以上君たちがこんなものに付き合う必要はないと思う。脱出するなら協力するけど。無理だよ。わかってるんだ。ここに生まれたなら、ここで死ぬしかないんだよ。そんなのは単なる思い込みだよ。神様が見えない人にはわからないよ。ああ、わからないな。困ったな。
おーい。ねえ。さっきから何を書いてるんだい？こっちがね、お守り。お守り？さんのお守りか。お姉ちゃんに教わったのかい？うん。こっちのはお守りじゃないね。家畜。動物かい？うん、これがね、牛。ふむふむ。これはロバ。おお。こっちはね、豚。これは？私。じゃあ、一番でっかいこれは？狼。なんで狼なの？狼が来るから。狼が来るから逃げて、逃げなきゃいけなくて。待ってくれ、メコちゃん。君は狼を知ってるのか？会ったことない。でも怖いって。それはここの狼ね。蛇とか猿とかは知らない。狼は何をするの？家畜を食べる。食べる？うん、お馬は食べられたって。そのお話は誰に聞いたの？本当だよ。じゃあどこであったことかな？遠く。遠くか。ずーっと歩いてきたの。そっか、頑張ったね。お腹すいた。そうだね、僕もだ。戻ろうか。うん。食事ができたそうだ。ありがとうございます。行こうか。うん。お腹減ったね、メイコちゃん。
すみませんね、こんなのしかできなくて。獅子入りだ、慣れてます？ええ、生のはダメになっちゃったから。ちえみちゃん、どうしようか。春明さんはどうしたい？せっかくだから今回は貫こうか。オッケー、ありがとう。ほっつき歩いても仕方ないし、ここで待ってるよ。わかった。召し上がらないの？結構アレルギーあるんで。若い人変色しおるからいろいろ食べんと強くなれんわよ。安永くんと春ちゃんは？まだ上かな。いいから、熱いうちに。もっとついで。僕は彼らを呼びに行ってくるよ。食事だそうだよ。おや、安永くん。あ、どうも。なんか探してるみたいだけど、まだ見つからないの？ええ。新しい割烹着が屋根裏にあるって言われたんですけど、見つけられなくて。他もひっくり返してたところですよ。そうか。見た？え？その、よければみんなには黙っててもらえますか？いや、その、勝手に気を使いはしたけど、別に何か危ないシーンを目撃したわけじゃないんだけど。お楽しみ中だった？何言うのよ！嘘だよ。こんな時にそんなこと、君たちはしないでしょ？そりゃそうですよ。ね。もちろんよ。じゃ、一旦切り上げて食事にしたらどうかな。何？
きなりどうしたんです？ズタ。何ですと？渦だ。渦。獅子滝にトリカブトが入っている。メイコちゃん、食べた？ね、いただきます。まだ。他に誰も食べてない？ちょっと待って。何が何だか、本当なんですか？見ろこの生煮えの傭変を。光沢があり、裏も白くなく、先端が尖る。匂いも違う。ヨモギや二輪草じゃない。ほんまです。こりゃフスじゃ。山菜を入れたの、母さん。ええ。危なかったね。間違えてそんなの入れちゃって中毒が起きるところ。殺す気だ、この女は。待ちなさいよ。ただ間違えただけでしょ。それだけで、そんなひどい。母さん。みんな死んでしまえばいいのよ。Kiss my ass. Don't forget to subscribe.